お腹って、あの鳴る子隊の先頭さん、もうちょっと中に入って、0と1の間、0と1の間で、次の人も1と2の間、数字と数字の間に鳴る子隊は立って、で下の人は上の舞台の上の鳴る子さんと同じ位置に立ちます。はい、もうちょっとこっち寄って、ピンクの人寄って、ピンクの人後ろ見て、後ろに合わさないか、後ろの舞台の人と合わさないか、後ろの舞台の人と、ちゃんと被ってますか？自分だけ飛び出してない？今の自分の立ちゅう場所覚えてください。いいですか？覚えた？覚えましたか？そしたら一回入ってきたところにちょっと下がってください。はい、一回元に戻ります。もう一回自分たちで入ってきて、その場所に立ってください。いいよ、そこまででいいよ。はい、じゃあ亀井さん入ってください。入ってきたら鳴子の先頭台がちゃんと間隔を取ってください。一番先頭の提灯の間におるちっちゃい鳴子さん、前へ出てこんようにね。落ちるよ、踊りよったら気をつけてね。で、傘の人、開閉が遅いです。みんなで頑張れますか？はい、踊れますかって坊田さんが言った時、傘回しますよね。その時に開くのがバラバラです。一気に開いて、ですぐ閉じてくださいね。準備に入る時、開閉が遅いので全員揃えてください。いいですか？傘の人、はいはい。そしたらじゃあ踊ってみましょう。ワンクール踊りますね。最後のポーズで郷田さんが声を出してくれるので、それまで一通り通していきますね。列からはみ出ないように、いいですか？手の高さも揃えて、いいですか？声はどうするの？一発勝負で、いいですか？これ本番と思って一回しか踊れんからね。やりますよ。はい、お願いします。いいですね。はい、じゃあ始めたいと思います。踊り子の皆さん、準備はいいですか？じゃあ元気よく踊るぜ、踊るぜよ。上町の大和なでしこ、舞い上がる。上町、トレビアン。
直れ。はい、そしたら今の自分の立ってる場所を確認してください。自分が列からはみ出てない？見て、大丈夫ですか？あき、男大丈夫？自分の立ち位置大丈夫ですか？ここの先頭さんは前の人がもうちょっと前に出ちゃってくださいね。あそこクレーンがあるのでここは入れないので。下の段の人、1、3の人が一歩前へ出て、間に入って、2、4の人が下がって、1、3で踊ってる人。大丈夫？ 1、3、2、4の人がちょっと下がって、ちょっとジグザグに、243が下がる。いいね。あと1回半曲だけやる、はい、1曲分だけ、はい、はい、ほんなら1番だけもう1回それで踊ります。はい、準備してください。はい、声出してね、最後やきね、声出す。はい、じゃあ元気よく踊るぜ踊るぜよ。上町の大和なでしこ、舞い踊る。郷田さん、すいません、写真確認してもらっていいですか？この写真出します。ありがとうございます。はい、じゃあ神谷さん、ありがとうございました。